皆さんどうもドラゴン TK です。ではね、今日もエンちゃんとアーム実況やっていきましょう。一応ね、プレステ4と3とねスマホのゲーム混同でねゲームタイトル50周年というものをやっております。一応ね、詳細は概要欄のところに載っておりますので、もしよければそこからどこで見てください。一応ね、再生リストね、アーからまだまだ A なんですけど、そのパート1の動画ね集めてるんで、もしければねパート1の動画その時を見てくださいね。では行きましょう。お、ボーズ、ゴーレムを手に入れたみてえだな。うん、入れたよ。いい気合だ。いい気合か。明け試合に出場するんだな。もちろん参加する。おいや、参加するぜ。よし、気合は分かった。一度中に入ると試合が終わるまで外に出れねえから、準備の方はちゃんとできてるか。もちろんできてるよ。あーや、準備万端だぜ。じゃあほら中に入りな。お連れさんは観客席か。はい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 、高みの見物と洒落込みましょうかね。じゃあ頑張ってね、アズマ。応援してるから。うん、応援してよ。それとマップが仲間から外れになったので、で行き進もう。さてさて、どういう感じの試合になるのかね。そこがちょっと分からない。さて、それじゃ賭け試合のルールを説明してやろう。おう。おう。と言ってもルールは簡単。あ、簡単なんや。とにかく戦って勝ち続ければいいのさ。あ、そうな。運動無用の勝ち抜きバトルだ。ほう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 。ね、勝ち続ける限り戦いは続くから、勝ち抜けば勝ち抜くほど賞金ががっぽりって寸法だ。なるほど。さーて、ところで兄ちゃん、リングネームはどうする？リングネーム、リングネーム、おうよ。戦う男は誰しもがリングネームを持ってるのさ。おう、持ってんねや。お前のリングネームは何だ、言ってみろ。俺のリングネームはこれから やらなあかんの。バーニングアツマ、アツマのシルフィード、アンゴルモアツマ、バーニングアツマが一番いいかな、普通にな。うん、よし、俺のリングネームは炎のエンチャンター、バーニングアツマだ。よし、わかった、バーニングアツマだな。いいんじゃねえか、おめえによく似合っている感じがするぜ。うん、じゃあ準備ができたら声をかけてくれ。おう、声をかけたらいいねんな。お、回復する。回復だけしといて、ちょっとこん中探索したいけど何もない。お、いろんなポスターがビタビタ貼られているかということで、じゃあまあ行きますかね。なら、よし、じゃあ行こう。おう、もう準備はいいのか。おめえ見たところあまり戦闘に慣れてねえみてえだが。そうなの。戦闘について詳しく知りたい場合はここで戦闘チュートリアルを受けられるぜ。ほうほう。どうする？おう、坊主、じゃあもう準備はいいか。よければ試合会場へ行くぜ。よし、完璧だ。準備 OK、 完璧だぜ。よっしゃ、じゃあ試合会場へ行くぞ。一緒やってね、チュートリアル。なんか違うんかな思ってんけど、どっちみち一緒やったっていうの。おお、ここが試合会場か。結構でかいじゃん、ね、燃えるぜ。バーニングアズマやろ。さてさて、あいつらもちゃんと客席に来てるかな。お、おい、ちゃんと見てろよ。ああ、やだわ、恥ずかしいじゃない。まこと嫌や、俺くん、まこと嫌いねえ。とにかく応援しようよ。あんまり好きになられへんっていうかさ。うん、さーて、あいつらにもいいとこ見せないとな。うん、よっしゃ、いっちゃかーい。うん、それでは日陰のエンチャンター、日陰のエンチャンター、ビリザクロフォード対、うん、炎のエンチャンター、バーニングアツマ、試合開始。お、試合開始。あ、これでレベル上げていく感じか。勝っていって、まあ勝てるまでやっていきましょう。ほう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 。
ああ、そうか、間違えた。で、ちょっと待って、ブローで、OK。タイガリオンはここで、あ、ブロー、お、パワーチャージ。お、何これ。自分両手の味方のパラメーターが25パワーアップ。いいね。じゃあ、これやっとこう。お、よし、素晴らしい。うわ、ちょっと待って、じゃあまあこれで行くしかないよな。いや、ちゃう、ん、何が起こった。まあいいや、ちょっと待って、ちょっと待って、あかん、ちょっと待って、ちょっと待って、待機、ブローをやっていこう。オッケー、倒れた、よっしゃ。あっ、危ない。ターン3、待機させて、こいつをこっちに持って行ってからの、フレアラッシュで行くか。炎よ、終わりだ。よし、しゃ、あぶねー、勝ててよかった。おお、アツマレベル2になって、タイガリオンもいい感じに。勝者、炎のエンチャンター、バーニングアツマ。100TB 手に入れた。あ、プリムロースコアを手に入れた。なるほど。よっしゃ、今日の俺は絶好調だ。今なら誰にも負ける気がしねえ。早く次のやつ来いよ。ケッチョンケッチョンのゲッタンバッコにしてやれ。ダメだ、マジ。あ、これ強そう。なんか、あんたちょっとは戦い方を知ってるみたいだね。誰？よくできましたって褒めてあげるよ。誰だよお前。お、なんか、え、来た来た、一つ一重に金のため。ちょっとパンティ見せたよ。おい、不眠下から金のため。うん、三つ見栄より金のため。金のため、良きも悪きも金のため。全部金のためかい。とにかく金を稼ぐためにゴーレムを買って買って借りまくる。キングオブゴーレムハンター勇気とは私のことだ。いや、知らないし、知らないし、なんですってくそー、なんてムカつくやつなの。あ、それよく言われる。それよく言われる。その顔で言うな。その顔で言うな。絶対ぶちのめしてやる。まあ、私が本気を出すまでもない相手だと思うけどね。まさか逃げたりしないよね。ああ、やってやるよ。女だろうが手加減しないからな。言っとくけど、私は強いわよ。あ、そう？私が勝てば、あんたが稼いだ賞金も…ウハウハじゃん。いや、一回勝てただけやけど、まだ。うるせえ、ウハウハすんのは俺だ。ダメだこいつら。それでは、ダメだこいつら。キングオブゴーレムハンター、勇気対、炎のエンチャンター、バーニングアツマ。バーニングアツマ。試合開始。試合開始。え、ちょっと待って。なんかちょっと待って。前の傷はどうなってんの？それが気になるよ。全回復してんのかな？してないのかな？はてさてどっちかな？してる！ありがたい！あ、ちょっと待って。あ、ブローいけてる。で、こいつもブローやっていこう。オッケー。あ、ヘボイ、
あ、エボイなんか可愛らしい。よし、じゃあちょっと待機させて、こいつで振れ、振ろう。おーし、ヘボ。おお、思ったよりやると。大体何こいつの右腕。この感じはゴーレムを動かす時のエーテルの力。何人間の右腕から。こっちでチート級の技があるんだぜ。ちょっと違うとこに、うん、やっておこう。俺はもうここ耐久で HP ないしほとんど。てかその前に待って。え、待って、これ待機するしかないやない。こっちでは待機させる。で、これでちょ、こいつ出さないとやばいかも。ああ、今までの奴らたちが実戦慣れしてる。ほう、実戦慣れしてる。え、ちょっと待って、なんか嫌やねんけど、フレアダッシュも何もできんねんけど。キュアパウダー、リターンパウダー、どうなんだな。スキル、待機ない、待機しかないやんか、なあ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、マジで。それ待って、マジで。ちょっと待って、PP じゃなくて、自分の HP200。 ちょっとこれ使っとくわ。うん、ちょっとさ、そうか、そういうことか、今理解した。一旦これ下げて、で、これでちょっと一旦キャーパウダーを自分に使っといて。あ、これ使われへんパターン、マジで。待機、まあここで待機させとくかも。いいか、待機じゃい。 OK、 どうだ。よし、え、終わった。お前もな。でも私は絶対に負けないわ。負けないの。ゴーレムハンターの名にかけてね、その右腕絶対にいただくわよ。俺の右腕がどうしたんだよ。しらばっくれちゃって。その右腕何かすごい技術で作られてるに決まってるわ。ゴーレムを動かす時と同じエーテルの力を感じるもん。そんなわけねえだろ。とにかくさっさと決着をつけてやる。そんで賞金のついでにその右腕もゲットして。がっぽりじゃない。勝手に決めやがって。でも決着をつけるところだけは賛成だぜ。そうなんや。よし、勝負の続きよ。いや、ちょっと待て、何か変だ。地震、怖い、地震、結構地震だ。早く避難しないと崩れちゃうよ。ああ、分かってる。逃がさないわよ。まだ勝負はついてないんだから。避難しなきゃ死んじまうんだぞ。ほら来い。うん、そんな言ってる場合違うっていうな、ほんまにな。それやるよな。うん、なんで地震が起きたんかは知らんけどな。なに、やだー。え、なに、ゴーレムが暴走してる。ゴーレムが暴走しているよ。ちょっと、あ、いいやな、もうね。うわ、ピザゴーレム怖い、ピザゴーレム怖い、なんか怖いな。なんか怖い、ピザゴーレムがちょっとなんか怖いよ。
らっしゃい。で、新婚さんですか。あ、や。なんか今のはちょっと言ってしまったね。なんとか脱出できたのはいいけど、ゴーレムの振動じゃない。なんなんだよこの状況は。どうでもいいから早く避難しましょうよ。そうだね、このままここに留まっていると危険だ。誰か助けてくれ。なんだ今の悲鳴。駅の方からだね。駅の方から、駅っていうと商業区の南の方だな。なるほど、行こうぜ、助けなきゃ。ほう、今回それやってからにしましょうかね。東山駆動が合流した。よし、どこや。下やな、こっちやな。お、なんやこれ、回復しとこ。あれはなんなん、こっちのこれ。お、購入するとこ。ゴーレム合成、なにこれ、こんなんあんの。マジやばい、ついて、あ、痛い、なんか落ちた。うん、まあそれはいいとして、ちょっと買っとこう。 HP200 ん、ああ、こっちか。2個買っとこう。 OK、 さっき2個消費してもうたからね。こいつやな。ん、パンドック、バンドックか。ガラララ、助けてくれ。あれはバンドック。バンドックってシティ軍の警備犬ゴーレムでしょ。どうして人を襲ってるのよ。なこと今はどうだっていいだろう。とりあえずぶっ倒して警備兵さんを助けるぞ。そうやね、考えてる人だけあるから助けろ。そっちやわな、ほんまに。おお、すげえ。いや、一匹だけ。あー、これ行かれへん。タイガーマスク、タイガリュウ、タイガーマスクって。おい、タイガーマスクって。あー、なんかヘブンスコール、ヘブンズスコール、やってみよう。オッケー、まあ、動いちゃったり、オッケー。おー、あ、けど終わった。あ、けど終わった。意外とヘブかった。やる間もなく終わった。おー、20。獲得経験値1。獲得 SP が15か。なるほど。ああ。よし、やっつけたな。これでもいけんのか。警備兵さん、大丈夫ですか。なんとかな。うん、なんとまない。礼を言う。よかったよかった。どうして急にゴーレムたちが暴れ出したんですか。それは私にもさっぱり。伝承の中にある急に町中のゴーレムが暴走し始めたんだ。氷のゴーレムがかかってるんじゃないの。そんなバカなことって、横浜製のゴーレムにはちゃんと暴走抑止機能がついているはずじゃない。なこと言ったって現に暴走してんじゃねえか。まあ現に暴走してんじゃねえか。警備兵さん、確か今シティの郊外ではシティ軍が演習を行っているはずですね。ああ、確かそうだな。応援を要請することは可能ですか。そうだな、やってみる。お願いします。トーヤ、素晴らしい的確な判断。では、私はこれで。さすがトーヤ、テキパキした対応ね。そうやな、しびれちゃうわ。それはいらんけどな。まだ、まだ助けて。広場の方だ、急ごう。広場の方、急ごう。広場の方ね、広場の方、広場。どこや、広場の方から、あいつか。よし、じゃあ行こう。ここやな。いらっしゃい。ほほほほっとね。こいつさ、いらっしゃ、いらっしゃ、いらっしゃ、
けなげな子供。かこいつ。かいずな。やだよ。怖いよ。今度はピザとピエロかよ。ピザとピエロかよ。戦闘用じゃないゴーレムまで暴れているなんて。ゴーレムかな。子供を襲うなんて許せない。待ってろ、ボス。今助けるぞ。まあやっていこう。一旦今回はこれ終わったら終わりになるかな。よっしゃ、戦闘シーンは面白いね。戦闘自体はほんまにこれ。ちょっと待って。そこじゃあかん。ブロー。ちょっと待って。クリアラッシュしておこう。で。そこに持って行ってアクアスパイクって、あ、また落ちた。全然ない。ここ、あ、ここや。うん。で、ここでアクアスパイク。まあ、こいつはまあ適当に待機させておいて。で、あとこいつはブローを打っておく。暴れろ。オッケー。はい、はい。シャープ。いいね。終わった。いいよ。いい感じだよ。お、丸の、丸の。どこを読んだ俺は。見えてないところを読んでる。力の要素と知能。なんて感じか。感じは分かんねんけど。なんとかやっつけたね。かな。うん。ああ、大丈夫か、坊主。ありがとう、お兄ちゃん。もう大丈夫だから、泣くなって。うん。ねえ、よかったよかった。ところで、アツマ、なんだかゴーレムが減ってきたと思わない？あ、おう、そういえば、どうしたんだろう。ああ、うん。なんだかゴーレムたち、学園の方に向かっていったように見えたわよ。え、マジか。学園に？どういうことだ？どういうことですって？そんなの、私が知るわけないじゃない。知るわけないじゃない。ねえ、知らんよ。そんなことより、どうや、気色悪いその声。私、なんだかちょっと寒気がするんだけど。寒い寒い。まあ実際に今、冬でね、そういう問題じゃない。これって、雪。あ、雪が降ってきた。ふわふわ返し、お疲れ様ですってこれ。ちょっと、横浜に雪が降るなんて聞いたことないわよ。ああ、これは一体氷やからな、氷だから雪降るパターン。おい、坊主、大丈夫か。おいってば、何眠ってんだ、目覚ませって。ちくしょう、どうしたってんだよ。アツマ、この雪が人の精気を吸い取っているみたいだ。何？人の精気を吸い取る。精気を、うん、僕たちエンチャンターには多少は耐性があるみたいだけどね。お、エンチャンターには多少耐性がない。普通の人じゃひとたまりもないってことね。なるほど。でも大丈夫、精気を吸い取られただけで死んじゃいない。なるほど。大丈夫なんだよ。どうしてちっちゃい子供がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。今日はさ、お祭りの日なんだぜ。みんなさ、さっきまであんなに楽しそうにしてたのに、こんなのってねえよ。アツマ、僕らも長い時間この雪に触れていると危ないかもしれない。ああ、そうなん。とりあえず横浜の外に避難しよう。横浜の外に避難しよう。まこと、何よ。さっきゴーレムたちが学園の方に行ったって言ったよな。ええ、多分見間違いじゃないと思うわ。ああ、そう。うちゃうちゃ学園の方へ向かって行ってたわよ。それがどうしたの？俺は学園に戻る。何言ってんのよ。アツマ、学園の方には暴走したゴーレムがたくさんいるんだよ。うん、知ってるよ。だからだよ。放っておけないだろ。まだ逃げ遅れてる連中だっているかもしれないんだ。それに、コータが。コータ、犬の。こんな時に何言ってくれちゃってんのよ。犬っころなんてどうでもいいでしょ。
こういうやつ嫌いよ俺。どうでもよくなんかない。分かったよ、僕も行く。ただし自分のことくらい自分で何とかするんだ。ゴーレムがたくさんいるんなら君のことを助けてあげられないかもしれない。分かってない。分かってない。トーヤが行くんなら私も行くわよ、当然ね。まったく、アツマに本当甘いんだから。よし、じゃあ、まだあったいところで、アツマって何、もうシティ内が危険な状態であるゴーレムの装備を整えた方がいいと。おう、ゴーレムは装備を整える、どういうこと。うん、見たよ。うん、あれはショップ、ショップではゴーレムやアイテムの生成やアイテムの売買ができる。ゴーレムの生成ってどういう、どうするの。うん、わかった、わかった。いいんだな、その通り。じゃあまあ今回はこれぐらいにして終わりにしましょう。次回ね、なんか戻っていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、もしよければしてください。一応ね、 Twitter の URL はね、概要欄のところに貼っておきますので、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。